溶けかけてるマリオ。どうもチャップです。スマブラをプレイしてきた人もいますということで、今回はですねオンラインの大乱闘に参加していきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。誰かどうと、それでですね、優先ルールか専用ルールって言いそうになりましたけども、優先ルールをまあ決めていて、これどれがいいんですかね、大乱闘、チーム乱闘、乱闘、まあ、とりあえず1対1でやっていこうと思っているんですけれども、またねこのチームとかもやっていきたいと思います。今日は1対1、そしてストック制でしょ。でストックは2と、これ初期で2にしてるんですけれども、これもね何がいいのか教えてほしいですね。で制限時間も3分にしてるけど、これも何にしてるのか教えてほしい。でステージも終点にしてるんですけど、これ何がいいか教えてほしいですね。全部教えてほしいですねまあね、1対1なんで、多分そんな変なギミックもなしでね、やっぱ己の実力だけで戦うんで、終点が人気だと思うんですよ。でもちろんアイテムもなしでしょ。ここはもう男と男の、男と女の、女と男のね、女と女か、うん、ガチャガチャなんだけどねの戦いなんで、多分アイテムはなしなんでしょう。大乱闘とかってアイテムありそうですけどね。まあこれでねやってるんですけど、マッチングがすごくいいんで問題はないと思うんですよ。やっていきましょうかね。じゃあ早速ね、でマリオでしかね僕まだやったことないんですけども、2回だけ勝てたんですよ。2回だけ勝てたけど、何回もやってるけど、あと全部負けてますねほんでね、お接続切ってませんよ。ほんで僕戦闘力がね5万6000っていう、僕のね戦闘力はね5万6000しかないんですよ。フリーザ様よりもね圧倒的にしょぼいんで、これを頑張って上げていきたい。目標は10万ぐらいかな。目標10万目指していきましょう。まったりまったりまったりね、勝てるように勝てるように頑張っていきたいと思います。だからまあ動画で1勝ぐらいしたいですよね。別にまあ全敗してもいいんですけどね、1回ぐらい勝てたら嬉しいなということで、ほらすぐマッチングしますよね。素晴らしくマッチング性能がいいですということで、じゃあ対戦始まるまでちょっと待っててくださいね。はい、ロイの AM リタさんやな、よろしくお願いチャップ。さあ行きましょう。ロイの人ってなんかパワーめっちゃあった気がするんですけど、大丈夫ですかね。これどうしよう、やばいやばい、どうすんのこれ。なんかパワーがめっちゃあった気がするから、攻撃食らったらほんまワンチャン持ってかれますよねこのファイヤーボールをねうまく使えばいいんじゃないかと思って、お来た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 、いいよ、ちょ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 、怖い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 。でジャイアントスイングも使いたいんですよね僕的に。うわうまい、それかっこいいそれかっこいいですよ。オッケー、これポッポッ、おい痛い痛い痛い、怖いな怖い、ちょ距離感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 、ゆっくりこうやってなで強攻撃もな途中で入れてこんで、ジャイアンツスイングからのパンチ、今のメテオとか対戦で決めれたら気持ちいいんでしょうね多分ねそんな気がする。イエーイ、ジャイアントキッカーのメテオ、おお決まった初めて決まりましたね。 CP にすら決まらなかったね。今日は調子がうお怖い怖い、めちゃくちゃ狙ってくるやんそれ、めちゃくちゃ復帰復帰、なんか攻撃を狙ってきますね。でファイアーボールファイアーボール、あカーテンいい感じに決まったんちゃう今の、ファイアーボールで空中飛んだところスマッシュ、いいよいいねいいね、来るんちゃう、走ってくる、こうやってもいいセイまたメテオを決めたいなって思ってるんですけど、これもあるかな、これ強攻撃、強攻撃の存在忘れてた私は。で小ジャンプ、小ジャンプと強、うまいでゆっくり、あ危ない、あこれやられんちゃう、怖い怖い怖い、あ近づいたか近づいたか、ジャイアントスイング、イエイ、でここのメテオ無理メテオがやっぱりね決めたいんですよね僕個人的に。メテオ無理かい、オッケー来たぞ来るぞ、メテオ無理やなヘイはいはいはい、おおうまい、その攻撃、このその攻撃怖い、いけるぞいけるぞいけるぞ、いい感じや、僕と同じぐらいのレベルの人とマッチングしてる、これはいけるぞ、メテオメテオむずいな、メテオ、あこれジャイアントスイング、ジャイアントジャイアントんジャイアントジャイアントババさん、ジャイアントババさんの赤パンツ、マリオも赤パンですか、おいいですね、ジャイアントスイング、あ無理いいぞ、お待て、あの空中ニュートラルや、こういう時は空中ニュートラル、うわお空中ニュートラルでも何でもないじゃないか、オッケー、ちょっと待って一回攻撃当てたらいいかもしれない、あ今の空中ニュートラルです、あ待て、これはもう狙わんとこの辺で待っといて、来たーと思った、無理で、ジャイアントスイング、でやーイエーイエーイということで、まあ動画内で1勝するという目標は達成できたんでね、よかったですね。どのぐらいの戦闘力やったんでしょうかね、多分同じぐらいやと思うんですけど、ああれえ全然見えへんかったまあよかったです、なんとか勝ててね、2試合目いきましょう。はい、次は、お、マリオの人ですね。マリオマリオクリーパーさんですね。よろしくお願いいたします。ということで、マインクラフトのクリーパーかな、爆発するのかなということで、マリオさん、おー、いい、いいですね。ちょっと、マリオさん、お前、クルッとされた、クルッとされた。お、怖いな、その、なんか。
そのメテオ攻撃ラッシュめちゃくちゃ怖いすごい勢いで殴りってきてますね。でもこの人をねメテオあるから、ちょっと操作ミスったんちゃうそれわかる、もう初心者ある、すごいわかる、その操作ミスのすごくわかりますよ僕は。もう誰が見てもわかるやつ。お、なんか早いな、もうそのなんか空中のなんかね、このドロップキック、え、ちょっと待って、え、操作ミスってはる、絶対操作ミスってはるその気持ちめちゃくちゃわかる、ものすごいわかります。ということで、なんやろな、もうただただやっぱマリオ同士この気持ちが通じ合うんでしょうね。おお、戦闘力、お、すげえ、戦闘力逆転できましたね。6万地味に育っておりますね。このままいきましょうかね。はい、ゼロスーツサムスのにゃんこさん、よろしくお願いします。はい、どんな攻撃してくるんでしょうか。え、な、え、なになに、で、その壁際で立ったりしてるのはなんなんやなんか僕その誘惑作戦でしょうかね。強攻撃な、しかも小じゃん、なんか動きやばくない、なんかどこでそんな動き覚えてきたのよ、そんないい動きをやっぱこのあれやな、小ジャンプからのその小ジャンプやな。ちょっと待って、怖いな、動き早いな、ゼロスーツサムスってこんな早かった。うわ、ちょっと怖い、上浮いていけんのこれ、走ってくんちゃん、走ってろか僕も。あ、なるほどね、あ、ジャンプしてからのそのスライディングアタックみたいな、それが好きやな、スーツのサモスさんっていうのはね。いや、お前うまくない、今のそんなされたらこっちもたまったもんではない。いやジャンプ後気をつけろ、痛いトゥイーンって、まだいけますよーって、おいーおいよっしゃ、オッケー、いい勝負してる、てゃー、あ、ちょっと待ってファイター、ちょっと待って接続してる、うん、接続してるよ、待てちょっと待って、この待てちょっと待って、これで、あ、行きましたね、まあ、これでトントンになりましたやんもう何の拍手で、拍手でんとちゃうわ、アクシデントでねーんって、よし、いいぞ、でもいいね、これでやっぱ1対1の真剣勝負っていうのはこういうもんなんですよ皆さん、ハプニングありきのスマブラみたいなね、それがやっぱ楽しいですやん、ハプニングですやん、ハプニングですやんこれ強攻撃当てたいんですけどね、いつか当たる日はあるのかと僕は、なに、なに、てやー、オッケー、で、強攻撃、よし、いいぞ、これ待ちましょうか、メテオ狙ったら、あ、いけたイエーイとね、トラブルに巻き込まれながらもなんとか泥臭く勝たせていただきました、イエーイ。やっぱりあれやな、実力離れすぎてるんじゃなくて同じぐらいの人とやるのがいいですよね、なんか普通にいい感じする。はい、メタナイトの可愛いガールちゃんとねやっていきましょうか。可愛い、おー、なんかどんな攻撃してくんねやろメタナイト、あ、そういうワープ技なんかメタナイトっていうのは、んー、なるほどね、いや、しゃい、オッケー、小ジャンプと、この小ジャンプ、強ジャンプじゃ、この強攻撃との相性もやっぱり、おー、メタナイトね、でもね、めちゃくちゃ復帰能力高かったんですよ。シュイーン、あ、これもある、わかる、すごくわかるぞ、僕もその気持ちは、間違える感じね、それすごくわかる。もうなんかやっぱり、いいですな、この初心者同士の戦いっていうのは。すごくね、あの白熱したものがあるわ、消える、来た、おお、今なんかいいことできたのに惜しかったですね、小ジャンからのパンチみたいな、小ジャンプ来るぞ、おお、取れ、それですよね、メタナイトの復帰技言うとはね、シュッてやって、ん、来るぞ、来てない、おお、怖い、ニュートラルジャンプ、ニュートラル、ああわかります、安心してください、その気持ちめっちゃわかります。ということでね、なんかいい感じが出てますね、これがマリオの力なんですよ、僕の力は一つもありません。あ、戦闘力10万いった、やったー、目標達成しましたね。はい、ラストの試合にしましょうか。ワリオのセブリさん、あれ、外国人の方かな、セブリさんがニンニクワリオさんと、でも戦闘力10万超えたからどういう戦いになるかみたいな、いや、どっちがね、うー、噛まれた、おい、なんかしかも回復してるやん、どっちが真のこの何、マリオ M と W の戦いですよ、これ M と W の戦い、よし、 OK で、てやー、 OK で、てやー今なんかコンボみたいなの決まりましたね、個人的なんかバイク落としていたぞ、バイクを、このバイク投げれるんじゃなかったっけ、投げれますね、はーいとバイク上げますわ、いうことで、このヘッドバットからの、んー、へいで、メテオ決まりたいんですけど、無理かな、メテオはね、で、これで、てやーで、これでもう一回、これで、んー、てい、相手のこっちに投げてからの、パー、あ、無理やった、てやー、んー、トゥーからの、んー、無理やったん、何も無理、お、うまい、それ怖いやつですやん、で、ファイアボール打って、これヘッドバット、あ、ヘッドバット無理、お、お尻、んー、てやー、無理、あ、怖い、
怖いんですよ。ワリオってなんか攻撃力すごい高かったようなイメージあるんでね、もうすごい怖い。うん、何それもうほんま。これあげるわ。はい、あ、無理無理。あ、バイク投げていくんじゃん。あ、乗れる。あ、そうか、ワリオは乗れるんだ。あ、痛い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 。ちょっと待って、ヘッドバットがやばいぞ。あ、僕のスマッシュが効かなかった。待って、これはここで安全に。いやいや、よしよし、いい感じ。このいい勝負してる。お、え、マリオかワリオどっち。あ、痛い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 。マリオ、はい、ワリオみたいな、どっち M か W どっちってことになってますやん。どっちか分かりません。食べようったやん。あ、ワリオもそれできんの。ちゃんと安全にね、こう安全に行きましょう。こう安全にで、これで、あ、ジャイアントスイング。うわ、痛い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 。待って、安全に行きましょう。安全にね、安全に、ここは安全に。うん、来るかな。あ、食べられた。そうだ、よー、めっちゃ隠すやん。おお、普通にやられるやん。めっちゃ回復して普通にやられるっていうね、これが10万の世界なのかー。てーて、おお、オーケー。主にジャイアントスイングが決まれば勝てると思う。よいしゃー、オッケー。これで0と0の戦いですね。これで0でできてるんで、このまま頑張っていきたい。あ、食べられた。食べて回復するっていう、その美味しい能力、僕にちょっと怖い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 、つけー。待って、普通に普通に痛い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 。パンチパンチ。攻撃を外した後が危ないですね。てって、あ、時間ないぞこれ。時間なくなったらどうなんでしょうかね。サドンですか、もしかして。サドンです、いいですね。最後にサドンですふさわしいのいいかもしれへん。ちょっと粘りましょうかね。これちょっと待って、やばいやばいやばい。そのなんか ボディアタックが対応される。ボディアタックを対応されるぞ。で、小攻撃、こうこうでこう。よっしゃ、なんかちょっとコンボっぽいの覚えたぞ。このバトルで僕はコンボ覚えたぞ。コンボができるようになった。太鼓の達人コンボだぞー。行くで、おっぷねー、何その攻撃。おならをできるんですね、ワリオさん。よいしょい、オッケー。で、これ小ジャンプ、小ジャンプからのトゥン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 。痛い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 けど、おー、痛い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 。5 4 3 2 1。でーで、どうなんの、僕のがダメージ食らってるから。うわ、サドンですやん、やばいやん、これやばいやつやん。一発で待ったら負けちゃん。え、ちょっと待って、ここでこのミス。なんでこったパンナコって、このサドンですで、サドンですで時止まるっていうね。まあいい戦いでした。アセント力がモリーって下がりましたね。まあいい戦いできて僕は感謝永遠でしたね。はい、ということで今回はね、マリオを使ってオンラインバトルしてきたんですけども、やっぱ自分と同じくらいの人と戦うのがすごい楽しいですね。なんかいい感じで、あ、ゲームできてるって気持ちになれるのがすごい良かったですね。ただまあオチが最高に良かったですね。まあそれだけで僕は満足です。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。